はいはい。遅ればせながら。2月のいつでしたかね。2月の3日にアップデートした内容の対戦イベント進化キャラ2体のうち1体かを紹介します。それはもうあれだよね、やっとる人おるはずだよね。このエジプトのメジェド様をこの笑えるのすごいっていうのを進化させるととうとうこんな風になりますと。これ進化するとこから取ればよかったね。やった後にしくっちゃったね。もう手持ちがないもんね。クッキーとかもないし。あのツイッターで調べるとさ、あの狼マンのキャラを自分のなんだあれ写真にしてゆうぼさん友達募集って書く人、あの人鬼だけど、あれクッキーとか毎日どんなもん、友達フレンドが何百人かおって全部解体して4ぐらいまで進化させたってツイートだけど、あれすごいな。だけど私は1体しか作れなかったですね。大体あれだもんな、メジェド様自体を貫突できてないっていうの。6の4で2体か、1体解体、1体解体したんか ?6 の6じゃないですもんね。うん、これはなかなかイベントで使っていけるんじゃないかなって。マックス値がどんなんだ?図鑑行って、イベントで、あれあれ。あ、もう一個はこれあれか。スペインか。スペインはまたやります。スペインの時は、あの、進化させるところからやっていきます。自分も知らない方が面白いですね。こうメゼウス様は知ってからやっちゃったな。ついで見ちゃったのね、先に。あんまりネタバレをなんか、のせん傾向があるもんね、ついだと。誰かが出るまでというか。みんな控えめというか、まあそんなことはさておいて。マックス値が3000弱体力。もう 90% ってのはこれすごいよね。硬いよね。あのあれだよね。フロヤの1ターンバージョン。で、色が全色だからコスト縛りさえなければ使っていける。いいのではないかなという感じで。まあそんな感じで、イベント進化。エジプトの超メジェド様でした。そんな感じで終わり。